作新学院高等学校。作新学院高等学校は、栃木県宇都宮市一の沢一丁目にある高等学校。日本最大の規模と卒業生を持つ大規模校であり、ピークの1991年には四部三学年、合わせて約1万人の在校生がいた。長年、同一敷地内に別学の男子部、女子部を設置していたが、2003年、二つの部を統合し、 総合進学部を設置した。現在、英進部、総合進学部、情報科学部の3部で、約4000名の在校生を要する日本一の生徒数を誇る学校である。敷地内に幼稚園、小学部、中等部、高等部がある。高校の分だけで、10以上の校舎、3つの単育館、3つのグラウンドを持つ。公明の作新は、黒羽藩14代目。 当主、大関松吉、増式の解説した、藩校、作新館に由来する。藩校の作新館は、十五代目、当主、大関松広の海軍武行時代の部下であった、かつ海修も影響を得たと言われている。廃校になった作新館の名称を継承したのは、直接的な関係はないが、創立者の船田兵庫と黒羽藩士、栃木県議、 小山田弁介が懇意であったことによる、設立においては、田中正蔵らの協力があった。なお、作新館は、実質的には、黒羽半可老職、風の屋屋敷跡林地にある、大田原市立黒羽小学校に引き継がれている。2010年4月、学校法人、船田教育会から分離し、学校法人、作新学院の経営する学校となる。 一校一科自学自習成実勤労。三つの部、2014年のカリキュラム改編で、英進部内で、トップ英進部が分割されるに分かれ、それぞれが全く異なった教育課程を持っている。授業の相互乗り入れ、単位互換等はない。また、原則として転部は行われない。SI クラス SII クラス、トップ A 進 A 進選抜クラス、A 進 A 進クラス、 大学進学系列専修進学系列キャリア、系列。ビジネスサイエンス科、旧商業科流通経済科、コンピュータサイエンス科、旧情報科電機、電子システム科、旧電機、電子科美術デザイン科ライフデザイン科、旧化成科生活科学科自動車整備士養成科、新設普通科総合選択コース、新設。公式野球部、軟式野球部、自転車競技部。 ボクシング部、弓道部、柔道部、ラグビー部などが競合として知られる。1990年1月17日、男子柔道部員、当時17歳が、投げ技を受けた最中に、相手が体勢を崩したため、受け身が取れずに頭を強打、脳内出血が原因で3日後に死亡。これを受けて同部は、第12回全国高等学校柔道選手権、大会権予選会を棄権した。 春の甲子園は10回、夏の甲子園は15回出場している。獲得した全国タイトルは、計恩回、選抜1回、選手権2回、国体1回を誇る。うん、1958年に、夏の栃木県大会決勝で、宇都宮校を破り、第40回全国高等学校野球選手権大会に初出場する。同大会で、 選抜優勝校の最最高や高松賞を破るも、準決勝で、坂東栄治要する徳島賞に、接戦の末に敗れる。この年の11月、野球部員による不祥事が起こり、レギュラー部員2名が退学処分となった。また学校として、1959年春の選抜に推薦されても辞退するとの方針を固めた。1962年には、 第34回選抜高等学校野球大会に出場し、八木沢総6、加藤武氏を要して、選抜初優勝。同年夏の第44回全国高等学校野球選手権大会では、八木沢が欠場したものの、加藤が一人で投げ切って、選手権初優勝。史上初の甲子園春夏連続優勝を成し遂げた。1973年には、 第45回選抜高等学校野球大会に出場し、江川拓が60奪三振、大会記録等の活躍で準決勝まで進むが、広島賞に敗れる。同年の第55回全国高等学校野球選手権大会に出場したが、2回戦で、調子賞に延長12回の末、押し出し支給で敗れた。 2000年の第72回選抜高等学校野球大会には21年ぶりに出場しベスト8進出2009年の第91回全国高等学校野球選手権大会に出場初戦で敗れたものの夏の甲子園に31年ぶりの出場を果たし名門復活を予感させた2011年には 第93回全国高等学校野球選手権大会に出場し、福井賞、唐津賞、八幡賞、智弁学園を破り49年ぶりの夏ベスト4を達成した。2012年、第94回全国高等学校野球選手権大会に出場。この大会もベスト8に進出した。8月18日、野球部員が8月10日に、 宇都宮市内で、当時15から17歳の少女4人に乱暴したり、現金を奪ったりするという凶悪な、高等合間致傷事件を起こしていたことが発覚。ただし、大会中であったこともあり、出場停止にはならなかった。2013年、第95回全国高等学校野球選手権大会に、出場。栃木県勢としては、 初の3年連続出場を記録し2018年現在までに8年連続の出場を果たしている。2016年、第98回全国高等学校野球選手権大会に出場し、今井達也を要して54年ぶり2回目の優勝を果たした。2017年、第99回全国高等学校野球選手権大会に出場。 森岡大学附属高等学校に対し初戦で黒星を喫し、夏に連覇ならず、プロ野球界へ20名以上 OB を輩出している。1993年に発足。獲得した全国タイトルは、全国高校最多タイの、計17回、選手権9回、国体8回を誇る。全国高校軟式野球選手権大会には、 2008年から5年連続出場など2012年までに26回出場し、9回全国優勝している。また、国体高校野球競技でも8回優勝している。演劇部、吹奏楽部、チアリーディング部が有名である。特に演劇部は、関東大会、全国大会の常連校として知られている。全国高等学校総合体育。 大会学校対抗優勝経験のある古を、2019年3月の時点では、全国高校総体優勝から20年以上離れており、その中で、監督の暴言、パワーハラスメントが発覚した。監督は3月18日、出勤停止1年の処分を受け、全監督だった父親のコーチ職解任を決まった。 東日本旅客鉄道 JR 東日本宇都宮線宇都宮駅より関東バス作新学院小瀬駅作新学院前バス停下車宝木団地方面のバスでも行けるが停留所が小瀬駅と異なるため少し不便である峠工事にはバス停で生徒会役員による乗車指導が行われている最近 2018年10月1日現在先生、学科、小中など関係なくも乗車指導している場合がある。1885年、船田兵庫らによって、私塾・下津経営学校として設立された、作新学院は、大正末期昭和初期の一時期を除いて、船田家による家族経営が続けられてきた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。